皆さんこんばんは投資の隠れ家いようこそいらっしゃいましたさてさて今回もとっておきの情報を提供していきますので最後までをゆっくりとお楽しみくださいませ AI による株の買い時つまり底値のシグナルが出次第このチャンネルにてお伝えしますのでぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたしますではでは始めていきます今日の東京株式市場で日経平均株価は続伸しましたね 前日の米国株式相場の上昇を支えにファーストリテイリングなど主力株に買いが集まりました外国為替市場での円安ドル高進行も輸出株にとって追い風となっていますその反面3月期決算の発表シーズンを前に持ち高整理の売りも出やすく 午後は伸び悩みました日経平均株価は午前に上げ幅を400兆に広げました1ドル129円台まで円安ドル高が進んだことを受けてトヨタなど自動車株には輸出採算の改善を期待した会が強まりましたそのほかホンダや電ーの上昇も目立っていました円安ドル高は輸入物価の高騰につながる側面もあります供給網混乱の影響が長期化するとの懸念も根強い中で これからの決算シーズンで企業が示す業績見通しは慎重な内容になるという見方も多いのです。様子見ムードから日経平均株価は上げ幅を縮める場面もあった。我らがトピックスは続伸し、前日比19.45ポイント高の1915.15で今日の取引を終えました。東証プライムの売買代金は概算で2兆6945億円となり、 売買高は11億4654万株でした東証プライムの値上がり銘柄数は1267と全体の約69%でした逆に値下がりは521変わらずは51銘柄でした米国の利上げと引き締めは想定以上の厳しさとなることから今後の株価は下落方向に進むと見ていいでしょうつまり今後 AI ではさらなる大きな下落が予想されておりますのでまだまだここから株の買い時は来ると考えています AI による株の買い時つまり底値のシグナルが出次第このチャンネルにてお伝えしますので是非この機会にチャンネル登録をお願いいたしますそれでは明日も絶対に見てくださいねいいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ 絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな